のりさん、今日は企画誘っていただいてありがとうございます。ポキパンフィッシュです。よろしくお願いします。
曲続けてやらせていただきます。Thank you.
したいのか僕が決めることさ普段は、MC をしないんですが、今日はちょっと喋らせてください。ちょっとチューニングを。僕はですね、大体1年半ぐらい前に活動を始めたんですけど、先ほど井上さんが言ってたように井上さんがブッキングでその某ライブハウスひそみねに誘っていただいて活動を始めたっていう形になるんですけど、今は、ありがたいことに月に何本かライブもさせていただいたりしてるんですけど、もともと僕7年ぐらいずっとくすぶっていた期間があって、高校生の頃にバンドを組んでたんですけど、それからちょっとメンバーの仲とかも悪くなっちゃって、それで7年ぐらい本当に周りの仲間たちがどんどん上に上がったりしていく中でずっと辛い気持ちをまあ抱えながらっていうかずっとくすぶってたんですけど、もう音楽やれるのかなみたいな、このままやらずに終わっていくのかなっていう中で音源を上げ続けてたんですけど、そのサウンドクラウドの音源を見つけてくれたのが井上さんで、本当になんていうのか救いの手を差し伸べていただいたっていうのも、まあ、本当過言じゃないんですけど、今こうやって楽しくライブができているのも本当に井上さんのおかげですし、本当に今日は、まあ、その気持ちが込められてるかは分かんないですけど、ちょっと感謝の気持ちを込めてライブさせていただいてます。ありがとうございます。そのくすぶってた頃に作ってた曲とかをやって、よう一曲やって最後にしたいと思います。ありがとうございました。ポッパンフィッシュ。
ポキパンフィッシュでした。